私がここに来たのは、罪の潔白を証明するためだ。アルゴノートの声はよく通った。国一番の鎧をまとったアルゴノートの外見は、真、背筋を伸ばし、偽りの王者の威風をまとう彼に、誰もが目と時を奪われた。王女を連れ去ったのは私ではない！犯人は、じゃあ、誰が犯人だって言うんだ？ミノタウロス。お？恐ろしい牛人の魔物が、姫をさらってしまったのだ！私は姫を助けるため、先ほどまでずっ人を喰らう魔物が。いいえ、事実です。証拠に私は、遺品と遺言を預かっている。遺品？遺言？民を見ろ！これが証拠だ！俺は、血濡れの大兜。まさか。そう、これはミノス将軍の兜。遺品、私はあなたたちに告げなければならない。ミノス将軍は死んだ。偽物だ。将軍の兜であるわけ。兜に刻まれているこの雷の紋章が見えないのか。これこそ他ならない雷公の武具であることの証左。もしかして、重厚な鎧に雷の紋章の兜、巻きついた鎖、それに巨大な旋風、もしかしてあれが。危機死に勝る大将軍、赤き雷鳴を轟かす雷公。兜を壊し、アギトを開き、人肉をその口に。あの時の兜を？城の武器庫に行ったのも、回収された兜を探し出すためか。ミノタウロスに敗れ、私の前でミノス将軍は息絶えたのだ。最後まで姫を守ろうとしたがために。でたらめだ。ミノス将軍が死んだなどと、全てが虚言。ならば王よ、ミノス将軍をお呼びください。虚言を連ねる不届き者を捕らえよと、楽園の紋章をここに。どうしたのですか？なぜ呼ばれないのです？何をためらわれているのか？王都を守り続けてきた強来の将ならば、何をしていようと、どんなところにいようと、駆けつけてくるはず。そうだ王様、ミノス将軍を呼んでください。早く、あの。何をしてるんですか？どうして呼ばれないのです？もしかしてやっぱり本当に将軍は。呼べるはずがない。最初からミノスなどという将軍はこの世に存在しないのだから。全ては化け物が被っていた醜き仮面、明かしたら最後、この王と、ひいては王の破滅が待っている。わかります、わかりますとも王。失われた中心の存在をひた隠そうとする御身の心中、民を不安にさせまいとするあなたの思い、そのお心は正しく王の在り方です。な
白々しい我が兄ながら。しかしなんて痛快だ。もはやここだって見ろ、王は立ち尽くし兵士はうろたえ、民衆さえ今や彼の一言一句に翻弄される。筋書きを書き換えた。陰惨な王の計画から自分の物語に。都のすべての人間が集うこの場所を利用することで、これがアルゴノートの本領。死ね、どけ。今ちょうどいいところなんだ。だからおとなしくしてようぜな。貴様、本当にミノス将軍が死んだなんて。ダメよ、もう王とも終わりだわ。動じるな民よ、将軍の意志を継ぐ者はここにいる。将軍は言ったのだ、死を看取った私に姫を助けよと。私こそ将軍の後継者。嘘八百、身の程知らずの虚言妄言公言、ここまで来るとすがすがしい。けれど王は止められない、彼の独断上を。多くは語るまい。だがこの身にまといしイカズチこそ将軍の意志の証。偉大なるイカズチ公の権能は私に受け継がれたのだ。よく抜かず。たわごともたわごとよ。どうせ行き当たりばったりの後付けだろうに。でも、みんなの耳には。ミノス将軍の後継者、本当に。見て、あのイカズチ、本物のイカズチ公みたい。故に約束しよう、この私がアリアドネ王女を救い出してみせると。綴られるのは一人の男の奇跡。愚かな一人の男が人に騙され、王に利用され、多くの者たちの思惑に振り回される滑稽な物語。友の知恵を借り、精霊から武器を授かって、なし崩し的に姫を助け出してしまうようなとびっきりの喜劇。悲劇も惨劇もいらない。あるのは喜劇だけで十分だ。アルゴノート、あなたはこの国の負の連鎖をすべて喜劇に変えようというの？これは悪しき猛牛を、ミノタウルスを倒すだけの物語。そうだ、たった一匹の魔物を倒すだけだが、この一歩をもって人類は前進する。どうか約束してほしい、この偉業が果たされた時、皆の手で神話を紡ぐと。嘆きと絶望の時代は終わった。これより始まるは英雄の時代、人類反撃の狼煙を上げるその時だ。私は今より英雄たちの船になろう。だからどうか、どうか私の後に続いてくれ。
勇者たちよ、約束しよう。必ずや貴様の後に続くと。英雄の灯火は途絶えさせると。我が誇りに誓おう。弱者が挙げた方向を今も眠る強者に聞かせると。この名にかけて果たしましょう。あなたの物語を必ずや世界の果てまで届けると。よろしい。ならば神々よ、ご昇覧あれ。この時をもって新たな時代を切り開く。私がアルゴノートだ。この日、この時、この場所で、私は確かに天井からの声を聞いた。それは加賀大将の声。腹を押さえ、転げ回る、神の笑い声。天の支配者は、その男の宣戦布告に対し告げたのだ。やってみるがいいと。道化の答えは一つだけ。だから、さあ、喜劇を始めましょう。